いやー、派手なサムネが多いな。トイボールファクトリーです。今回は1年間で制作したテカテカ塗装動画を振り返っていきます。ということで始まりました今回の動画。まずは第1回ユニクロガンダム。ユニクロで T シャツを買ったらキャンペーンでガンプラをもらいました。ユニクロガンダム、これが第一声だったんですね。ひどい。2015年からガンプラを作るようになったんですが、どうやって作ったのかどんどん忘れてしまうので、それなら動画を撮って記録しておけばいいかなと思ったのが動画投稿のきっかけの一つでした。うちの動画は基本的にメイキングなんですよ。作った動画を友達に見てもらったところ、褒めるのがうまい友達ばかりで調子に乗って今に至るという感じです。初日の再生時間から500倍以上になると見抜いていた友達の審美眼に感心します。光沢塗装は省力化していないせいか今でも綺麗ですね。あらばかりですが、やってることはあまり変わりないので楽しめるかもしれません。続いてガンダムビヨンドグローバル。これだけつぐみ動画です。他の動画に比べてびっくりするぐらい再生数が少ないですが、結構気に入っている動画です。いわゆる ASMR 系の動画なんですが、制作途中に降り出した雨の音なんかも入っていて気持ちよくなります。この頃から眠くなりやすい動画を目指していたんですね。この頃は HG クラスのガンプラをほとんど作った経験がなかったので、現代の HG キットはどんな感じなのか確かめようとしていました。このキットで満足しなかったとしたら、今頃はマスターグレードキットを数ヶ月かけてテカテカにする動画をアップしていたかもしれませんね。まあ需要がないかもしれませんが、またすぐみ動画もやってみようかな。撮影技術も少しは上がっているので、もっと楽しめるものにできるかもしれません。テカテカ以外ももっといっぱい作りたいですしね。続いては毎回サイズ比較でおなじみオリジン版ガンダムです。トイボールファクトリーです。とぼけた挨拶だ。まさかの3連続ガンダムという暴挙。本格的に HG のキットを塗装してみようと挑戦してみました。この頃はまだ省力キャンディ塗装を確立していなかったので、とにかく塗装を重ねて表面を慣らしていくという力技で作っていました。中研ぎを何度も挟んでの13回もの塗装、手間かかりすぎです。手間をかけたおかげでかなり丈夫な塗膜になっていて、表面処理前の小芝居でも活躍していますが、全く塗装が剥がれる気配がありません。丈夫な塗膜を作るには参考になるかも。丈夫な塗膜と合わせてとてもオーソドックスな手法で作成したキットなので、他のキットとの比較にちょうどよく、これからも頑張っていただきたいところ。長生きしてね。続いてはみんな大好きセガサターンじゃなかった、パワーコンプレッサーレビュー動画ですね。今のところ唯一の機材レビュー動画ですね。大型キットのメッサー、ユニコーンや無限ドラモンなどで大活躍しています。単位が間違っている。それまでエルゴを愛用していたんですが、大型モデルを塗装するには高圧で吹けた方が何かと都合が良いので、今でもおすすめしたいコンプレッサーですね。不満点はハンガースイッチでオフになっていても電源が入っていると本体が熱くなっちゃうことかな。大きなものを塗装しないならエルゴをおすすめしますけどね。静かで小さくて耐久性抜群なんですよ。このセガサターンのキットはかなり細かくてお気に入りなんですが、模型店に行くとプレステのキットは残ってないのに、なぜかセガサターンのキットだけは残ってる。みんなセガサターンが好きだから多めに入荷したのかな。続きましてメッサー F01 型。この回は失敗に見舞われながらもなんとか塗装していった苦闘の記録でもあり、初の満単位の再生回数を記録してくれた動画で思い入れが強いですね。メッサーのおかげでチャンネル登録者が1000人を超えました。ありがたいです。現在にも続く動画のフォーマットがここである程度出来上がったとも思っています。これも今 EX ブラックを塗ってるんですが、はい、ということで失敗しました。水を吹いてしまいました。毎回毎回何かしら失敗してます。かっこつけて失敗してない風に作ることもできますが、失敗した方が思い出が増えますね。
後から思い返すと楽しいのでできるだけ記録していきたいです。しかしこうして見るとクスイガンダムの配色を見越したかのようなカラーリングですね。タイトルで言及してた似ているあれ、気づいた方は年齢が近いですね。続きましてガーベラテトラ。ガーベラテトラを制作していきます。箱はこんな感じということで、ヤスリをかけてやり直しをしていきます。箱はこんな感じというセリフと失敗の曲がこの回から決まりました。本当に毎回失敗してるな。ある程度フォーマットが整ったことで余裕が生まれたのか、かなり本格的な塗装を行っています。この時はまだ省力キャンディーはやっていないので成功法ですね。にもかかわらずかなりの光沢具合、1年間やった中でも 1,2 を争う光沢と言っていいんじゃないでしょうか。曲面が多いデザインなので特に光沢が映えますね。徐々にコメントがいただけるようになってきて、ありがたいことに声を褒められるようになりました。自分ではわからないのですが、いい声だと思ってくれる人がいるならちゃんといい声にしないとなと思って、よりナレーションに気をつけるようになりました。続いてシャア専用ザク。なんといっても見どころは指揮官用ブレードアンテナの延長ですね。あまり改造は得意ではないのですが、苦手なことにも挑戦しようと四苦八苦しています。何でもやってみないと上手くならないですからね。この頃から塗装の省力化を特に意識するようになってきました。難易度の高い光沢塗装をなんとか手軽にできないものかと試行錯誤しています。実はこの頃胆石で苦しんでいて、1日の半分は胆石の痛みでのた打ち回っていました。社会情勢の影響で手術が先延ばしにされてもう限界でした。なので短い時間で完成させようと頑張っていたんですね。メタリックとそう、あれ、あれ角、あれ先っちょ見つかりました。実際にあった撮影中のトラブルでしたが、動画を最後まで見た人だけが楽しめる仕掛けになりました。続いてはトイボールファクトリーです。今回は HG、 これなんて読むの。この OP めちゃくちゃ滑ったんですけど、使わないともったいないので再利用しました。恥じろ星ですね。まだゲームの続報がないですね。本当に作っているんでしょうか。この動画では瞬間接着剤での肉抜き穴の穴埋めやシールを使ったマスキングなどを行っています。プリズムカラーを使ってのミステリアスな塗装もこれが初ですかね。妄想を加えることでモビルスーツの持つイメージをより強調したり、雰囲気を変えてみたり、塗装でいろいろできるようにならないかと考えていたのかもしれません。実はシャーザク公開翌日から1週間手術入院しまして、ガンダムフレーム込みの制作は作業量が多く、退院直後の体にはかなり応えました。続いてガンキャノン。それでは今回の主役 GX メタルレッドを塗装していきます。前回の恥じろ星でキャンディ塗装を失敗した際にメタリックレッドでリカバリーできたので、それを生かしてキャンディ塗装をしてみました。シャア専用ザクで試した GX メタルピーチによるメタリック塗装からの発展ですね。いろいろ試すことで新しい手法に出会えた恒例だと思います。重ねたものとほぼ同じ色に見えます。だいたいいい感じですね。テッカテカです。許容範囲内に収まったと思います。塗り分けも必要なく4色しかないシンプルな構成でとても楽ちん。組み立ても簡単でガンプラ初心者にもおすすめできるのではないでしょうか。ガンキャノンはパーツ数も少なく曲面もあり、キャンディー塗装をするにはもってこいの機体です。少ない工程数でこの光沢、問題作カップヌードルの回ですね。蛍光ピンクを塗装していきます。まさかの食品のプラモデル、それをまさかのメタリック塗装という、自分でも何をやっているのかわからない塗装です。思いついたものは作らないとね。 EX ブラックで全てをやり直していきます。いやー、明るめの途中で塗装が気に入らなくなってしまい、前編やり直しという暴挙にも出ました。大えぐいですね。おっと、これはいけません。乱暴に塗りつぶし出してしまいました。それではここでマジックリンの登場です。
この回で水性アクリル塗料を油汚れ用洗剤のマジックリンで溶かして落とすというテクニックを使いました。非常に強烈で有用な技でしたね。その後も当たり前のようにこの技術を使用して製作を続けています。続いて MGEX ユニコーン、もう全然画面に収まっていないですね。極限のマスターグレードということで、とにかく物量が凄まじくて大変でした。モビルスーツケージも大概ですが、ビームマシンガン6丁という地獄、死ぬかと思いました。しかしめちゃくちゃパーツ多いな、これ。あまりにパーツが多いので、山前の食器乾燥機をもう1台導入しました。それでも入りきってないんですけどね。いやー、すごい物量です。はい、なし地は消えませんでした。物量だけでなくトラブルも多くて大変でした。しかも予約して定価で買ったのに1万円以上値下がりして、悔しい思いもしました。それ5分も寸劇作っちゃうわ。その分見応えのある動画になっていると思います。他の動画と比べても最後まで見てくれる人が多いんですよ。続いてバウンドドッグ、オリジナルカラーでのテッカテカ塗装。パーツが大きくて時々顔が映り込んでいますね。光沢が入るスカートのパーツのおかげで、かなりお気に入りの塗装です。クリアブラックを重ねて少し色味を抑えてみます。金色のデカールを使ってマガマガしくしようとしています。アクセントに金色を使うとゴージャスかつ神秘的になるので、好きな配色です。通常のデカールではニス部分の段差が気になってしまうので、段差を解消するためにクリアを厚く塗ってヤスリをかけたりしているので、明日のデカールにも金色のデカールがあればいいのになと思っていたら、つい最近発売されたので購入しておきました。使うのが楽しみですね。マガマガしい雰囲気をより強調するために墨入れに金色を使ってみました。結構お気に入りです。いい光沢。続いてはエクシア、初めての RG キットの塗装です。RG は何度か作ったことはあるんですが、塗装をするのは今回が初めてです。細かいパーツがとにかく多くてなくしてしまいそうで、ヒヤヒヤものでした。パーツが多くて時間がかかるというイメージがあったので避けていたんですが、アンダーゲートやマスキングなど色分けの必要がなく、またクリアコートやデカールを使わずに仕上げたので、むしろ時短になってこれまでで最短の制作時間になりました。メタリック塗装による反転の質感がとても良かったですね。それではデカールを貼っていきましょうと思ったんですが、これめっちゃいい質感じゃないですか。ということでこのまま行くことにします。塗装完了です。RG キットの精度の高さのおかげか、初のサブレス塗装がうまくいき、技法においても非常に得るものが多く、さらに初の10万再生も達成することができました。続いてはマスターグレードバルバドス、これまた大変そう。これで僕もテッカだ。汚し塗装の印象が強いバルバドスをあえて光沢塗装にしてみました。 EX ブラックと同様に EX クリアの使用量も半端ないですね。そういえばコメント欄で EX クリアが出るたびにアルコールを飲むぜというコメントをいただいたんですが、これから何度でも登場するので飲みすぎには注意してください。思いを込めてしっかり整備するんではないかなと、フリージアを聞きながら考えていたら感極まってしまって、ヤスリを持つ手がにじんで見えなくなってしまう事態に。年を取ると涙もろくなっていけねえ。超ハイディティールなガンダムフレームやエッジの立った外装などキットの良さも相まってめちゃくちゃかっこいいですね。通常カラーっぽくて目立ちませんが、光沢の出具合はかなり上位に入る塗装になりました。キットの精度が高く一番気に入っているキットかもしれません。続いてはデルタプラス、大変な制作でした。さてこれは何のパーツでしょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 はい、合わせ目消しが必要なパーツです。古いキットのせいか、合わせ目消しやシャープ化など必要な工作が多くて大変でした。さらにここで悲しいお知らせ、パーツが溶けていました。前腕のコテ部分といいますか、この部分、走行のゲートがある部分が溶けていました。 MYK デザインの明日のデカールです。1日乾燥させてから粘着テープなどで剥がすと余白部、あれ
全部剥がれましたね。今度はアートナイフで慎重にきっかけを作り、ピンセットでゆっくり剥がれましたね。笑いの絶えない素晴らしい模型制作、素敵な回です。続いては RG エヴァンゲリオン初号機。どうやったらこんな風にまとめられるんでしょうね。バンダイの労働環境はどうなってるんでしょう。顎が開くギミックで暴走し放題。この回は動画作成の労力を減らすべく動画の長さを短くしたんですが、その代わりにナレーションがめちゃくちゃに早口になってしまって倍速で見ているかのようになっています。字が汚くて読めない。解説する量は減らせなかったのでゆっくりナレーションするようにしました。エクシアはクリアコートをしませんでしたが、この初号機はクリアコートをすることでかなりのテカテカになりました。バラバラでもめっちゃテカテカ。この組み立ての時間が至福ですね。めっちゃキラキラしてます。初出撃時の夜間戦闘のシーンを思い起こすような色味ですね。動画公開直後、プレ版でメタリックカラーの RG キットが出ましたね。すごい偶然。続いてはシナンチュヘッドディスプレイベース。この回はそれまでに培った塗装技術の総まとめとして制作しました。細かい道具の解説や塗装の際に注意すること、テクニックをできるだけまとめています。正直な話、この回さえ見れば光沢塗装がうまくできるようになるのではと思っています。さらにこの回からコンパウンドを使用するようになり、求めていた光沢にかなり近づいたのではないでしょうか。ヘアブラシを使う際はぜひこういった有機溶剤や粉塵の防護ができる防毒マスクをつけることをお勧めします。今回はコンパウンドを使って研ぎ出しをやってみます。これめっちゃテカテカじゃないですか。何これ、今までやってきたの何だったんですか。すごい光沢。デカールの段差も消えて今のところ一番の光沢を誇っていると思います。続いてグフカスタム。おかげさまでチャンネル登録者1万人を達成しました。褒めたら伸びる子なのでこれからもよろしくお願いします。初号機シナンジュの影響でチャンネル登録者が1万人を超えました。このグフカスタムを入れて3回連続で10万回再生を突破。初号機とグフカスタムはその後20万再生を超え、未だによく視聴されています。ありがたいです。シナンジュで使い始めたコンパウンドをグフカスタムでも使用して、 HG のキットでもさらなる光沢を目指そうとしています。お、聞こえたでしょうか。キュッキュッという音がしてますね。光沢の精度が上がり、デカールを貼ろうとすると滑ってしまって難儀した思い出。シナンジュと並んでかなりいい光沢が出ています。この動画は他と比べても視聴時間が長く、我が軍のエースと言っても過言ではないでしょう。続いてはサノデルタプラスと並んで難産のキットでした。なかなか難しそうなキットではありますが、僕としては特徴的なデザインが気に入っています。デルタプラス同様、こちらも古いキットで合わせ目消しが必要なパーツも多く、各部をシャープ化したりなかなか大変なキットでした。黒とシルバーの2色くらいしか使わないので楽勝だと思っていたんですが、だいたい何かしらトラブルに巻き込まれるのが世の常、ね、一番簡単に済むだろうと思っていた黒塗装でまさかの大失敗。なぜかよくわからないんですが、ツヤが消えてしまいました。テッカテカですね。これはすごい美しい。苦労が報われますね。なんとかリカバリーしましたが、実は動画公開前日まで作業を行っていました。いやー大変だったな。続いてはジャスティスナイトガンダム。切り取ったランナーとショットランサーの先を接着。超かっこいいのにどこでも買える素敵なジャスティスナイトにシャープ化を施して、さらにかっこよく瞬間接着剤を使用して接着強度はバッチリ。僕の声がロックオンストラトスに似ているというコメントをいただきました。マジで一人だけではなく複数人いたので、これは光栄なことですね。声真似練習しとこうかな。狙い撃つぜ。あー恥ずかしい。褒めたら伸びる子です。これからも頑張ります。
ピンピンに尖ってますね。これはめっちゃかっこいい。このスタイリングはすごく好みです。今見てもスタイリングがすごくいいですね。まるでファッションモデルのよう。これからも人気不人気関係なくかっこよくなりそうなキットを作っていきたいですね。続いてはエールストライクガンダム。うん、イケメン。そんなもの背負ってよく立てるな。この1年でかなり技法が変化しました。オーソドックスなエールストライクガンダムを制作することでオリジンガンダムの頃と比較して技法がどれくらい変化したのか確かめてみようという気があったのかもしれません。ここは失敗できないのでものすごく慎重にカットしていますね。お、バッチリうまくマスキングできていたようです。苦手なマスキングも結構克服できたかな。基本的な光沢系塗装は臆することなくできるようになったかも。アビオニクスベイ。デカールは明日のデカールを使うようになりました。もっと種類が欲しい。こちらの方が密度が高いですね。解像度も高いので2センチくらいしかない頭部がとても大きく見えてきます。まだまだ変化していくんでしょうか。もっと楽になるのか大変になるのか。続いてはイージーガンダム。金属じゃなくてプラモデルですよ。箱はこんな感じで箱じゃないですね。光沢塗装はやってみたいけどエアブラシを導入するには敷居が高いという声にお答えして、まさかの磨きだけでテカテカに挑戦する無謀な回です。ということで磨き終わり。どうでしょうか。テカテカに見えますかね。フィニッシュプレートとコンパウンドを使って何時間もかけて徹底的に磨いてみましたが、曇ってる。おいや、なんかそんなにテカってないですね。パーツごとに見たときはもう少しテカって見えていたんですが、しかしこれは何でしょうね。これはよくわからないものができてしまいました。仕方がないのでプレミアムミラークロームでメッキ調によくわからないものを作ってしまった。続いては無限ドラモン。でかい。ズームアウト。それでも全身が画面に収まらない。よく知らないキャラクターなのにあまりのかっこよさに購入してしまった無限ドラモン。その圧倒的なでかさとディティールと組みやすさにベタボレしてしまいました。その後デジモンアドベンチャー無印に登場すると知りアマプラで全話見てしまう羽目に。めっちゃおもろいやんデジモン。ほんのちょっとの手間でとても良い結果を得られるのでコストパフォーマンスの良い作業ですね。お、光沢が見えましたか。完璧に光沢に仕上がりましたね。パカ。当工房の動画では最速で20万再生に到達。みんな無限ドラモン好きだな。とても組みやすく表面処理や塗装もしやすいキットで傑作と言っても過言ではないと思います。本当におすすめです。続いてはこじらせおじさん貫類のエルガイム。そんなキットが2021年の今リニューアルして再発売されるとは思ってもみなかったので長生きはするものですね。リニューアルされたキットとはいえ全体的に古さも感じるキットで後はめ加工など面倒な部分も多く、さらにパーツ数も多くミスも発生。ほぼ白一色なので楽に塗装できるという目論見は完全に外れてしまいました。この世にあるのはダメな失敗とマシな失敗だけなのさ。なんてね。失敗はしたくないけど失敗を避けるためには失敗をしないと避けられない。プラモデル制作は大切なことを教えてくれますね。ベビーメタル。YouTube の分析機能で視聴者の年齢層もわかるんですが、ぶっちぎりでアラフィフが多かったですね。いつまでも作れるわけではないので、いつか作ろうではなく今作っちゃいましょう。続いてクスイガンダム。でかいな。モビルスーツとはあまりにかけ離れたデザインで何を組み立ててるのかよくわからないです。運よく購入できた最新大型キット。本格的にプラモデル塗装動画をアップするようになってからちょうど1年ということで1周年記念というつもりで作り始めました。これまでに培ってきた時短塗装法を可能な限り詰め込んで集大成のつもりで作っています。僕はここで3000番のヤスリをかけたことで終わりなり塗装地獄が始まったことに
まだ気づいていなかったのだ。サーフェイスアイバーブラック、バカな、封印したはず。集大成のつもりが失敗のオンパレードで死ぬかと思いました。成長しているんだかしていないんだか。まあ失敗してもリカバリーすればいいので、今後も失敗を重ねていきたいですね。まああんまり失敗しすぎると動画を公開するまでに時間がかかっちゃって困るんですけどね。何よりも完成させること、失敗だったとしても何とかする。完成しないと何も学べないんですよ。公開するのは恥ずかしいとしても、作ったものを完成したことにして、これで完成とすると言葉にすることで、その時自分が出せる限界を自分で認めることができます。限界を知ることができれば、その先を見ることができるかもしれません。まあプラモ作って遊んでるだけなんですけどね。そういえばクスイガンダムをメッサーと並べてほしいとリクエストがありました。こんな感じです。クスイはめっちゃくちゃ派手ですね。悪の相当感があります。ということで1年間で制作したテカテカ塗装動画を振り返ってきました。全部並べてみると暑苦しいですね。よく作ったもんだ。全部で25体。正直1年間も作り続けるとは思ってもみませんでした。最初に褒めてくれた友人たちと温かいコメントをいただける視聴者のおかげですね。ありがとうございます。塗装の失敗やリカバリーなど大変なこともありますが、やっぱりプラモデルを作るのは楽しいですね。これからもいっぱい作っていきたいです。ということで1年間のテカテカ塗装動画の振り返りでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。次はテカテカ塗装じゃないかもよ。